対バン。今回の対戦カードは、私暁が使うクロディーヌ、そして俺夢と2人が使うのははじめおデッキセットで強化されたグランドギューレイス。お互いファーストヴァンガードをセット。スタンダップヴァンガード、ウィンガルブレイブ、優しき講師グランフィア。俺の先行、俺のターンドロップでは、まず最初に先行取れたの大きいんだけど、捨て札がユネブルが押してライト。小さな賢者マロン。あれライドラインもらえませんでしたっけ。あれなんかおかしいかな。あれおかしいかな。それ本当にグラングレイス。あれブラスターブレード、ブラスターブレードか、もしかして。あー、なるほどね。さあ慣れてくる。泥取り切ってライド。怨念鎖、怨念鎖。ここなんで1枚ドロー。札どんどんアド稼いでいくんじゃないの。そして怨念鎖のスキル発動、ソウルブラストして2ドロー。強すぎだね。まあオーダー1枚捨てなきゃいけないんで、まあ確かにね。ファンファンマーチングを捨てました。ファンファンマーチング懐かしいカード使うね。まあ時短でね、これと似たようなカードが来るから、それのまあ代表みたいな感じで今入れてる感じですね。つってもこのターンは特に動けることもないんで、8000番ガード受けよう。ドライブチェック、クリティカルトリガー2点、ナクチェとクリティカルトリガー。 OK ターン終了。俺のターンで札の2点あるならもうタナルルはいらないね。ででライド立ち上がれ、俺の分身ブラスターダーク。ウィンガルがマロンの効果でコールされ、ブラスターダークの効果でこのカードを対決させ、スインドライブの権利を得る。ああ、マロンの効果を使った手でシャッフルだけ要求。本当にはじめようデッキセットの紹介ですか。あれでもアクチャをコール。ああ、1番でスインドライブ。でもとか言って別にまだ変わってないんだよね。そこ一旦ノーガード。スインドライブ、フロントトリガーと9年オッケー1点クリティカルトリガー。ああ、これは5000要求。9年ブライブのね。ああ、5000と。もうロックよ、守ってもいいなぁ。1万オッケー、なんてよ。スタンダンド、ドロッ。とはいえ、最初に受けた2点が結構響きそうだな。なるほど、なるほど。この暗き夜にエンサーを凍えておせで、ライド。国類の外遊スキルでノーマルオーダーを回収。そうもうストイキーヤといえばの動きテンプレートだね、いつものやつね。シムーブをした上でラフィロスをこうオッケー登場にカウンターブラスト1でブランクトークンを2台生成。これでこのターンはライン届くのが大変だね。でもこいつ9000だからね。そいつが届かないね。9000だからラッチを殴ることになっちゃうね。いやまあここ出して仕方ないんで、話題のキノコで、ああ最強キノコ、いつものキノコ2台生成。なるほどね。んでバトルオッケー、こっちからでいいかな。1万でバンガード、1万が5000でオッケー、5000ブースト、1万5000でバンガード。ドライブチェック、ノートリガー、ダメージチェック、ビールトリガー、パワーはどっちかな。手札的にラッチに行ってしまうのかな。うわーって言われるとうざいな。でもノート届かないからね。1万4000バンガード、ダメージチェック、ターン終了。スタンド&ドロー。さあさあついに登場といこうじゃないか。手札を1枚切って現れる入れましょう。牽制クリュー、グラムキューレイス。グラムレイスコスト、カウンターブラスト1、ソウルブラスト1することでカードを1枚だろし、セーフだからちょっともったいないんだけど、このターンはバニラヘルンバイルをコール。なるほどね。コールしたユニットはパワープラス1万、ラクチを後ろに下げてグリーンソウル、そしてダブンをコール。ダブンが新規カードね。ね、グリーンソウルが登場です。グラムブレイスを含む分野いるなら、オールチャージ1して自身の画面をプラス5000。ここで2万3000ラインになるので、取り分けができる。これが優秀だね。そして、ダブンはアタック時、中央攻撃のグレード3以上のアタック時、そいつらにパワープラス5000を付与し、このターン、グラムが V にいて、自身の中央列のユニットが2回以上アタックしていれば、CB1 することで、パワープラス1万5000。脳筋ね。入手はパワー1、この間13000のね、バンガードにアタック。オーバーめくったら、たくさんめくれるよ。一旦通してみようかな。ツイントイン。フェルマイト、完全が。ダメージチェック。脳トリガー。5000して、打線は28000の6、規模が低い23000バンガードにアタック。15000。28000番だと200。287守りたいけどな。いやー、ノーガード。オッケー。ノートリガー。それの、グランドレースの効果で出たユニットはソウルに入り、カードを1枚ドロー。無駄がない。ダウンでアタックするんだけど、効果を使うかどうかなんだよね。あと25000に25000にして、アタックしたとしても、さらに2万の窮地になるのであれば、使ってよし。フィニッシュすることでパワープラス15000、25000でアタック。なるほどね、15000と5000インターセプト。オッケー、ターン終了。落車の効果は起動しません。オッケー、私のターンはスタンド&ドロッ。さあ、この盤面にユニットが、トークンとはいえだいぶ残ってるね。残ってないときついからね。いやー、どうしようかな、これ。さあ、財界に廃絶の美酒を切って、なるほど、ライド、クロディール。いやー、出上がりましたね。さあさあさあ、やっていきますよと。よと。よと。ということで、まず何からしたらいいかな。クロディーヌ。1つ目のスキル発動。なるほど。ビアガードを3枚退却することにより、このターン中プラントトークン全てのパワープラス5000を付与して、ドライブプラス1。なるほど。そして5000にトークンが湧いてくるぞ。ガンガン沸かせていきたいところ。なるほど。でも正直オーダーの落ちがあまりよろしくないよ。なるほど。一旦このくらい。なるほどね。ソウルプラスでデックを3枚チェック。時間においしいオーダーが来るならばってところか。お前がいるとちょっと話が変わるな。ごくり落としていこうかな。なるほどね。ごくりはまあ使うよな。ごくりとりあえず落としてみて考えよう。ごくりを落として、まあ蘇生はホルホルマッシュルームでいいかな。オッケー。そしてごくりスキルオーダー使ったんで蘇生して、ここは難しいな。15000にはなるけどって感じだよね。ブースターも用意して、15000クリーンだったらパワー上げちゃっていいんじゃないかな。1番ね。オッケーでマッシュルームのスキル発動。発動しなくていいかな。なるほど。まあ確かにね。クロディのスキルドロップのオーダーを1枚バインドすることによってトークンを2体生成。オッケー。そしてそのトークンもパワープラス5000が入っている。なかなかにいい布陣だね。なかなかまあ悪くない。時短の餌も用意しつつ、ホルホルマッシュルームもいるから。んでバトル。オッケー。攻撃的にはどこかしないか。そうしないと届かないしな。どうして届くん。いやー、なんか横もあるかな。なるほどね。1万でダブンにアタック。1万ならインターセプト。オッケー。6000のブースト、ヴァンガードにアタック時、クロディーノのスキルソウルプラス1することによって、横のブランチトークンを1体スタンド。チームに触れないのが偉いね。そしてドロップとバインドゾーンのオーダー2種類につきパワープラス5000。オッケー。今は3種類しかないんでパワープラス5000。オッケー。そして13000の19000で番があった。トリプルドライブ19000か。悩ましい数字だけど、ここは2万の2冠で見てみよう。ファーストチェック、セカンドチェック、クリティカルトリガー。悩むな。2回目は悩むね。悩むな、それは。なるほど。どこに振るか。全部ゴクリュウに振っていこう。全部ゴクリュウか。サードチェック、オーバートリガー。なるほどね。奥流でいいんじゃないかな。奥流にスタンドが付与と。スタンドを付与。そして1枚チェック。いいオーバーだね。水曜が来たと。そしてまず1点登録でしょう。1万のブースト、1万5000で2万5000番が2万5000が1号 OK。 ブーストしなくていいな。1億2万5000クリに番が1億は受けよう。1点目と2点目が OK。 裏クリがちょっと渋いね。ジャキン OK。 1万のブースト、1億ショット OK。 ターン終了。オーバーも見えちゃったんだよね。いやー、ここまで読んでたら極流クリでよかったな。さすがにそこまでは見えんな。さすがにね。その間 OK。 裏のブレイス効果起動。いやー、と言っても裏切りのダブクリがちょっと重いね。 CDSB してデッキからガードを1枚ドロー OK。 ベルンバイラをコールし、値札からギネブルガとダブンをコール。いやー、その盤面強いな。そしてグラムグレイスのプラスのライドは全方位に付与される。インチキ言うな。3万3000。インチキや火力がおばめくっといてあれっとんねえ。なんも言えない。一点開けよう。オッケー、ノートリガー。そしてこのカードはソウルに入り、カードを1枚ドロー。エレンバイルの効果で SB1 し手札を1枚捨てることで V のパワーをプラス1万、そしてドライブ追加1、打点は3万3000だったけどダブルの効果が2個とも発動して4万3000。ふざけるな。ふざけるなって言われても正俺は正常の盾。1枚捨てて完全ガードドライブ。まあめくりすぎたから1枚だよな。クリティカルはダブル OK。そして一旦この場面が通るからね。アタック時にパワープラス1万5000して3万5000の4万3000。クリティカルは2。なるほど。嘘かだよね。もうちょっと高いよね。6万までいったから1万8000、2万8000、4万5000。ああ、ふざけやがって。クイズメイキャンガーふざけやがってウケるよ。なるほど。1点目ドロー取りだ。2点目ノー取りだ。今ドローでヒール引いたんだよね。渋い。そうです、俺が忘れてたけどグラムのフェルスのライドは全方位付与。お前だけは忘れない。この段階で4万3000ってラインなんだけど、フェルスのが全方位になることでパワーは6万3000まで上がりますよと。あんまりふざけたことばっか言わないでほしいけどね。トリガーがなかったとしても6万3000からマイナス1万で5万3000のラインにはなるんで、ダブンでアタックに CD1 を使うっていうのは少し重たいようにも見えるんだけど、このデッキの CD の使い先っていうのがグラムグレイスとブラスターダークぐらいしか基本はないんで、このダブンで CD はガンガン使っていっていいかなって感じ。まあブラスターダーク使ってグラムグレイス使ってダブンの効果で CB を使ったらちょうど CB3 使ってることになるんで、3ターン目からパナルルを使うこともできるんで、趣味によっては1枚2枚ぐらい CC する場面は少ない。まあそんな CC しなくてもいいし、場に残りやすいポサドなんかを採用することもあるから、そこまで枚数必要じゃないけど、このダブンを使うならパールルは噛み合いがいいんで、個人的にはおすすめかなってところです。いや、もともと全滅後列のフェルスが入るから火力ぶっ壊れてたけど、ダブンのせいで余計にガブできなくなったね。横がね、ちゃんと高くなったね。今みたいにクリ1枚抜けられるだけで全部ひっくり返っちゃうからね。でもね、そっちもね、面白いね、やっぱり。いや、まあね、そこそこね、やっぱいろんなオーダー使えるから、その時その時で動きが変わるっていうのが一番面白いし、ね、あとまあ今極竜使ったんだけど、この極竜、まあゾルガとかで使ってる人は分かると思うんですけど、次のターン残っちゃった極竜をどう処理しようかっていうので一番悩むんだけど、クロディンのスキルで自陣3枚焼いてまた効果追加っていう風にできるんで、起動効果のタイミングがいつでもいいから、それの玉で一番最初に焼いて、またオーダーを使った時に極竜が湧いてっていうループがこれ1枚で結局できるんで、その方が強いかなっていう。あとまあ俺的のこのおしゃれポイント、戦場の密が一番結構好きなカードで使いたいんだけど、ミスというと何そのカードだっけ。ドロップ5枚につきユニット1体選んでパワープラス5000して15枚以上あるとクリが上がるよっていう。なるほどね。やつで、まあなかなか条件難しいんだけど、決まればクリーンの1万5000プラスのプランチトークンが2回殴るよっていう。2回までいったらね、リアノーンじゃないけど、トリガーが乗ったユニットが2回殴るぐらいの迫力のある。そうです。なんならね、毒竜に使っちゃったら、クリさんの2万だからね。そうだ、クリさん2万で、ペルソナまでしてたら、そう。3万で。全然ね、わけわかんなくなっちゃうから、そういうまあ、ロマンとかもいろいろ詰め込んだクローディーヌですね。まあ、これから多分強化も来るんで、そういうのも見越して、ちょっと組んでみましたけども、まあ、これからね、いろいろ研究が進んでいけば、もうちょっといろいろね、動きがあると思うんで。そうですね。で、こっちのグラハムレースもはじめ用で規制化で強化されて、今後どれぐらい強化が来るかはわかんないけど、ダブンの採用だったり、ユネブルが、他のグレイシのね、ケテルの優秀なリアガードの採用枚数も、これも変わってくるかもしれないので、ここら辺のね、新しいデッキはどんどん研究していきましょう。ということで、本日の動画はここら辺でおしまいとなります。See you again. Have a nice day. Ciao. Ciao.